アウグストゥスの時代からのデナリウスは、銀で、金銭の治安判事、ペトロニウス・トゥルピリアヌスのもで鋳造されました。右側には、女神フェローニアの横顔の胸像が王冠で飾られ、ドレープに身を包み、首に、ネックレスがついています。判例、ターポラヨネススリービアエフィールマニアレウ、フェローニア、または、フェローニアは古代ローマで信仰されていた女神で、記憶さと包丁の女神であり、 フレブスと解放奴隷に特に信仰されていた。その祭りでアルファーには11月15日に開催され、その前後の期間はルディプラビが開催されていた。この祭りでは同時にホルトゥーナプリミーゲニアも祀られており、どちらもプラエネステの女神とされていた。ウアロはフェーローニアをローマに祭壇のあるサビニ人の神に分類している。フェイローニアに関するカネイシフミはほとんどが イタリア中央部で見つかっている。サビニ人の金貸し業者は財産の保管場所の上にフェーローニアなどを祀った。フェーローニアがローマの宗教に導入されたのはマニウスクリウスデンタトスが紀元前3世紀初頭にサビニ人を征服してからである。古代におけるフェーローニア信仰の形態については様々に推測されているが一柱の女神だったのか。 一つの機能しかなかったのかも不明である。フェイローニアを収穫の女神とする者もいて、収穫祭で翌年の豊作を祈って、フェイローニアを祀ったとしている。ベルギリウスのアイネインスでは、エトルリアのフェイローニアの森から来た軍勢がトゥルヌスに、火星してアイネイアースと戦っている。アルカディア人の王、エウアンドロスは、若い頃フェイローニアの息子、エリル,ルスをどうやって殺したかを語っている。 エウアンドロスはエルルスを3回殺さなければならなかった。ベルギリウスはエルルスをプラエネステの王としているが他の文献には登場しない。トレアルジェンティーナ広場のフェイローニアの神殿あとフェイローニアの神殿はソラクテ山のふもとにあった。ルーカス・ファーニまたはフォーローニアの森ではかつて毎年フェイローニアの祭りが開催され、その祭りには日本史のような性質もあった。 もう一つの重要な場所はアンクスルで、セルウィウスによれば、ここにプーター・ジャピターとジュノバーゴが祀られていたが、セルウィウスは後者をフェイローニアだとしている。また、奴隷から解放された人々は、テッラチーナのこの神殿に赴き、自由を象徴。カンプス、マルティウスにあったフェイローニアの神殿は、現在はトンレ・アルジェンティーナ広場にあり、クリウス・デンタトゥスが、 サビニ人に勝利したことを記念して建てたと言われている。クリウスデンタトゥスは他にも水路やローマ水道を建設し、この神殿の側にも噴水を建設した。アクイレイアやテッラチーナのフェーローニアの祭祀場の近くには泉があり、その祭礼に泉を使っていた。ウアロはフェーローニアと自由を人格化した女神リベルタスを同一とした。セルウィウスによればフェーローニアは 解放奴隷の守護女神だった。テッラチーナの神殿の石碑には、ふさわしい奴隷をここに座らせよ。立ち上がった時彼は自由だとある。リビウスによれば、紀元前217年、女性の解放奴隷たちが、お金を集め、フェーローニアに捧げたという。チャールズ・ゴドフリー・リーランドは19世紀のトスカーナ地方で、魔女フェローニアについての伝統行事が生き延びていたことを、発見した。 ありがとうございます。